モーリン・タッカーは、アメリカ合衆国のミュージシャン。ロックバンド、ベルベット・アンダーグラウンドのドラマーとして知られる。ニューヨーク・クイーンズク・ジャクソン・ハイズに生まれ、ニューヨーク州ナッソー郡レビットタウンで育つ。タッカーは19歳でドラムを始めた。ベルベット・アンダーグラウンドへの加入を打診された時、タッカーは IBM で、キーパンチのオペレーターとして働いていた。ビュの 元々のパーカッショニストはアンガス・マクリーズだったが金を払って見に来る聴衆の前での演奏を嫌ったために1965年11月に脱退していたタッカーに白羽の矢が立ったのはビオのギタリストスターリング・モリソンが大学時代の同僚の妹がドラムを叩いていたことを思い出したからであるタッカーのスタイルは極めて特徴的である 立って演奏することが多く、トムトム、スネア、上に向けられたバスドラムというシンプルなセットを用いる。スティックではなく、マレットで演奏することが多い。またシンバルはほとんど使わない。ベルベット・アンダーグラウンドでは、ドラムパートの他に、次の3曲で、リードボーカルに加わっている。1969年のアルバム、ベルベット・アンダーグラウンドに収録されている。 アコースティックギターによる、アフターアワーズ、殺人ミステリーの一風変わった死の朗読、及び1969年に録音されたものの、オフィシャルには1985年の、ビューまでリリースされなかった、I'm Sticking With You である。ルーリードは、アフターアワーズについて、とても無垢で、ピュアな曲だから、自分では歌えなかった、と語っている。初期には、 タッカーはライブでベースを演奏することもあった。ベースの演奏が収録されている。唯一の曲は1995年のボックスセット、ピールスローリーシーに収められたメロディーラフターである。1970年代初めに、最初の息子であるケリー・トラッカー・タッカーを妊娠した際、一時的にバンドを離れている。このため演奏できなかったが、 例外的に、ルーリード在籍時代のビューのラストを飾るアルバム、ローデッドの数曲については参加している。ライブにおいては、ベースのダグユールの弟であるビリーユールが代役を、務め、レコーディングでは、ドラムパートの大部分は、ダグユールが担当した。1970年後半、バンドに復帰。この時点で、ルーリードはビューから離脱しており、リーダーシップをとっていたのは、 ダグユールであった。1970年及び1971年に、かけてのビューの北米、カナダ、欧州、英国、オランダを回るツアーに参加した後、子育てのためにバンド及び音楽会から、遠ざかったということである。アリゾナ州フェニックスに住んでいた1980年代初期、サンシティガールズのアラン・ビショップと結成した短名の、バンド。 パリ1942でドラムを演奏している。1984年に、ジョージワ州ダグラスに移り、ウォルマート社で働きながら、家族を養っていたが、1989年に、仕事を辞めて、友人たちのバンドである、ハーフジャパニーズに加わり、欧州ツアーを行っている。以後、レコーディングとツアー活動を再開し、小規模な独立レーベルから、 多くのアルバムをリリースしている。自身のバンドのフロントパーソンとして、ボーカル、ギターを担当しており、かつてのビューの仲間であるスターリング・モリソンを加わっていた時期がある。1992年から翌年にかけてのビューの再結成にも参加し、欧州ツアー及び2枚組アルバム、ライブ1993の制作に加わった。自身のプロジェクトに加えてゲストとして、 多くのレコーディングに参加しており、この中には、ハーフジャパニーズの1990年のアルバム、ファイアインザスカイがある。逆に、同バンドのギタリスト、ジョン・スラジェットは、タッカーのレコーディングでドラムを演奏している。ハーフジャパニーズについてのジェフ・ホイアージークによる、ドキュメンタリー映画、ハーフジャパニーズいずれ王者になるバンドには、タッカーの演奏と長時間にわたるインタビューが、 収録されている。また、マグネットというバンドや、ルーリードおよびジョン・ケールのレコーディングにも加わっている。さらに、1999年にはエキセントリックな人物として知られる、インディーズミュージシャン兼小説家、チャールズ・ダグラスのアルバム、ザ・ライブズ・オブ・チャールズ・ダグラスでドラムよび、プロデュースを担当した。1999年から2003年にかけては、 ロレット・ベルベット及びデイブ・ソルジャーと共にニューヨーク及びメンフィスで活動するパンクロック・デルタ・ブルースのフュージョンバンドザ・クロポトキンズにバスドラム、作曲、ボーカルで参加し、アルバム、ファイブポインツ・クロールのレコーディングを行っている。スタジオアルバムライブアルバムコンピレーションアルバム、タッカーは1970年のオリジナルのアルバム、ローデッドには参加していないが、 1997年に、ライのレコードから2枚組で、フリーローデッドエディションとして再発されたバージョンには、1969年末、および1970年初めのデモ音源が、収録されており、それぞれ彼女のドラムとボーカルを収めた、I found a reason び、I'm sticking with you の別テイクが含まれている。ジョン・ケールその他、ありがとうございます。